おっ母さんは僕を許してくださるだろうか。いきなりカンパネルラが思い切ったというように少しどもりながら咳き込んで言いました。僕はおっ母さんが本当に幸いになるならどんなことでもするけれども、一体どんなことがおっ母さんの一番の幸いなんだろう。カンパネルラはなんだか泣き出したいのを一生懸命こらえているようでした。君のお母さんは何もひどいことないじゃないの。ジョバンニはびっくりして叫びました。僕、わからないけれども、誰だって本当にいいことをしたら一番幸いなんだね。だからおっ母さんは僕を許してくださると思う。カンパネルラは何か本当に決心しているように見えました。にわかに車の中がパッと白く明るくなりました。見るともう実に金剛石や草の杖やあらゆる立派さを集めたようなきらびやかな銀河の川床の上を水は声もなく形もなく流れ、その流れの真ん中にぼーっと青白く五光の差した一つの島が見えるのでした。その島の平らな頂に立派な目も覚めるような白い十字架が立って、つきっとした金色の円光をいただいて静かに永久に立っているのでした。ハレルヤハレルヤ、前からも後ろからも声が起こりました。思わず二人もまっすぐに立ち上がりました。カンパネンダの方はまるで熟したリンゴの証のように美しく輝いて見えました。そして島と十字架とはだんだん後ろの方へ移っていきました。旅人たちは静かに席に戻り、二人も胸いっぱいの悲しみに似た新しい気持ちを何気なく違った言葉でそっと話し合ったのです。もうじき白鳥の停車場だね。ああ、11時かっきりには着くんだよ。